なんだろう。今早速撮影がスタートしたのでちょっと見てみたいと思います。セクシーじゃない？誰と思ったら、あーやー、かき氷美味しそう。どの味が好きですか？一番私は日本の抹茶白玉が大好きです。停電。いや食べ物の話かーい。何してるの？かき氷のお話しよう。じゃあさ、おすすめのかき氷は？抹茶。違うです。2人違うのね。違う。あ、でもいや、どっちもありだな。いちご何もない。何もない。抹茶が何個とも知らないです。あ、お得感ね。シンプルなのがいい。あー、メニューもさ、おっと、おっと、喧嘩始まります。いや、やっぱ日本の味といったら抹茶です。まあ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 、間を取ってどっちも美味しいにしとこ。はい、じゃあ仲直りね。はい、はい、ありがとうございます。シュウマミでも美味しいし、明太マミも美味しいし、テリマミも美味しい。いや、もうこれ全部やな。全部食べたい。正解です。もうぜひ水戸店来たら食べてね。お掃除をします。イエーイ。見てください。制服です。わー、抹茶色。今はゆいちゃんが撮影してます。どの駄菓子が好きですか？私の一押しはこの、はい、ブラックサンダー。あ、ちょっと発音違うんですよ、すいません。新しいの。ブラックスビー。ブラックスビー。いや、ブラックスビー。ブラックスビー。ブラックスビー。正解です。早く言うと、ブラックスビー。はい。はい。はい、もう消し。フライが食べれなくて泣いとる、あやが。いいや、イカ食べればいいやんか。そうね、イカ食べよう。ゆいちゃんが撮影終わって今やっとご飯を食べれてますが、皆さんが先に食べてしまい、はい、そうだよ。残りがきゅうりしかない。そうそうそう、僕たちで我慢してよ。僕たちで我慢してよ。ずっとポテト食べてる。ポテトうまい。ポテトも残りわずか。僕たちを忘れないで。